諏訪和幸は、日本の外交官、国際政治学者、学位は修士、静岡県立大学国際関係学部教授、大学院国際関係学研究科教授、北海道大学言語文化部助教授、北海道大学大学院メディアコミュニケーション、研究員准教授などを歴任した、1958年12月に生まれた、東京外国語大学に入学し、 外国語学部の中国語学科に在籍し、中国語を専門に学んだ。1986年3月に同大学を卒業すると、その後、外務省に職員として入省した。外務省には、1986年4月から2004年3月まで職員として勤務した。東京都千代田区の本省での勤務だけでなく、中華人民共和国の北京市や上海市、さらには、 台湾の台北市などにも駐在した。また、その間、並行して日本大学の大学院にて学んでおり、2004年3月には、同大学の大学院にて、総合社会情報研究科の博士前期課程を修了した。それに伴い、日本大学から修士の学位を授与された。2004年4月より、北海道大学に採用され、 同大学の学内共同教育研究施設等の一つである言語文化部の助教授に就任した。2007年、北海道大学の大学院に設置されたメディアコミュニケーション研究院にて、准教授に就任した。2008年4月、静岡県立大学に転じ国際関係学部の教授に就任した。現在では、静岡県立大学にて、 国際関係学部の国際言語文化学科に在籍し、教授を務めている。また、同時に、同大学の大学院にて、国際関係学研究科の比較文化専攻にも在籍し、そちらの教授も兼任している。専門は、政治学であり、国際政治学や国際関係論に関する分野を研究している。東京外国語大学の中国語学科出身であり、 かつ、外務省に勤務していた際に、中華人民共和国や台湾に駐在した経験を持つことから、現代、中国や日中関係をテーマにした研究が多い。特に、組織論や人事管理といった経営学的な視点から、中国共産党を分析することで、その統治体制を明らかにしようと試みており、それらの成果はいくつかの論文にまとめられている。また、 諏訪の母校である日本大学は YouTube 上に公式チャンネル、日大チャンネルを開設しており、その中には諏訪の講演の模様を収録した動画も掲載されている。靖国神社問題をめぐっては2002年4月の内閣総理大臣小泉純一郎の靖国神社参拝とそれに抗議した外交部副部長李調整の声明について分析している。李の 中国及びアジア各国人民は日本の軍国主義が起こした惨事を忘れることはできない。点を認識すべきであるとの主張の中から中国及びアジア各国人民との表現を取り上げ、靖国神社参拝に政府として反対表明しているのは中国と韓国だけなのですが、中国はしばしばこういう表現を使用しますと指摘している。その上で、 このような表現を多用する中国政府の意図について反対しているのは中国だけではないんだ。だから日本はより慎重にということで、いわばこういう形で日本から一種の情報を引き出そうとしていると分析している。ありがとうございます。